ようこそ皇室ジャパンへ。皇居で養蚕に尽力されている皇后雅子さまは、6月4日に蚕たちに桑の葉を与えるご給桑を行いました。午後4時半を過ぎた頃、雅子さまは皇居内の紅葉山御養蚕所を訪れ、ご給桑に臨み、笑顔でお話しながら、純国産の蚕、小石丸に桑の葉を丁寧にお与えになりました。今年は蚕たちも病気がほとんど見られず、健やかに育っており、雅子さまは、まだまだこれから大きくなりますね、とおっしゃいました。皇居での養蚕は明治時代から続く伝統で、歴代の皇后さまによって受け継がれてきました。現在は小石丸、白眉、貢献という3種類の蚕の飼育に加え、昨年からは野生種の天蚕の飼育も始められています。小石丸は昨年に比べて2万頭増え、今年は約5万頭が飼育されています。先月21日には天皇陛下とご一緒に蚕たちに餌を与えるお手伝いをされました。皇后雅子さま、ご体調がよろしくて何よりでございます。また近々ご一家での養蚕が叶うと良いですね。昨年皇后さまとご一家が養蚕をなさるお姿を拝見し、その和やかな光景に心が温まりました。梅雨の季節が近づき、気候も不安定になりますので、どうかご自愛くださいませ。天皇陛下が田植えをなさる様子や皇后陛下がご給桑をなさる報道に触れると、日常では忘れがちな季節の移ろいを感じます。静寂の中で黙々と作業をなさる皇室の皆様の変わらぬ姿に心の安らぎを感じます。インスタグラムで公開される美しい写真にはいつも感激しております。現代社会が効率を重んじる中、皇室が伝統を大切にされることに敬意を表します。養蚕のような日本古来の公務をインスタグラムで発信していただけると嬉しいです。国内だけでなく海外の方々にも新鮮な驚きをお届けできるでしょう。養蚕は皇后陛下にとっても大切なお務めです。雅子さまが伝統ある公務に楽しみながら取り組まれる様子は、見る人々にも喜びを与えます。蚕は生き物ですから、良い繭を育てるためには細やかなお世話が欠かせませんね。養蚕しのぎは天皇家特有の産業の発展を願う神聖な行事だと思います。蚕は野生の蛾を人間が飼いならし、数千年をかけて家畜化した生き物です。蚕の幼虫はほとんど移動せず、成虫は羽があっても飛べません。人の手を借りなければ生きていけないのです。蚕は非常に繊細で儚い生き物ですから、この伝統行事はお世話をする人々の思いやりや優しさ、慈愛の心を試すものではないでしょうか。日本古来の蚕の品種小石丸を育てる部屋で、職員の方々と、これでよろしいですか、もうこんなに葉の上に上がってきていますね、と話しながら、枝付きの桑の葉を与えられる雅子さまのお姿は
蚕も喜んで育つことでしょう。皇后様、素晴らしいですね。雅子様のお健やかなご様子を拝見し、私たちも元気をいただきます。英国へのご訪問も楽しみにしております。皇后様の穏やかで優しいご表情からは、儀式やお務めを超えた蚕への愛おしみと楽しみが感じられます。お仕事をなさる皇后様の楽しげな様子は、私たちの心を温かくしてくれます。話題が天皇家の皆様に移り、これからもそのお話を楽しみにしております。どうぞお健やかに。雅子様が急走なさる日を心待ちにしておりました。たくさん召し上がっていただけますように。三笠宮百合子妃殿下の101歳のお誕生日をお祝いできたこと、英国から両陛下を国賓としてお招きする閣議決定がなされた喜ばしい報道に続き、これが3つ目の喜びです。家族や周囲の心ある方々に支えられて乗り越えてこられた皇后陛下に、再び笑顔が戻り、嬉しい限りです。今年もまた皇后陛下の伝統が継承されることを大変嬉しく思います。ご養蚕のお姿に安堵いたします。令和の時代を彩る最高の雅子皇后陛下、敬宮愛子様はお手本にされていますね。皇室存続のためにも、ご養蚕は重要な伝統です。各社の報道を心から喜んで拝見しております。この一枚の写真から知性があふれ出ているように感じるのはどうしてでしょうか。一生に一度でいいから、お会いしてみたい、間近でお姿を拝見したいです。どうしてでしょうか。皇后様の笑顔を拝見すると心がほっと落ち着きます。その笑顔がいつまでも曇ることなく、心穏やかにお過ごしになられることを心から願っております。お優しいお気持ちが伝わってきます。今日も心から感謝いたします。何をされていても、どなたとお話ししていても、いつも温かい気持ちで接されていることが伝わってきます。これでよろしいでしょうか。蚕がもうこんなに大きくなっているんですね。職員の方とのやり取りも品があり、心温まりますね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。